お前がゴテだ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね。さあ、あ、これは鬼殺し行きましょう。鬼殺し、うん、これは6に銀型は飛びましょう。さあ、こうあとは時間との勝負ですね。これ角交換はありがたいですね。これは桂馬守って馬作られるのは別にもう正直大丈夫ですね。どっちも、うーん、馬消せるが、まあ、行きますか。一回馬消して、あ、もしかして5、7馬と入ってきて詰めろかけるつもりですかね。あ、取ってきましたね。それは2分叩きの歩、こっちの攻めが間に合うんじゃないですか。この5、7系がめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。あれ迷うな。なんかうまくやられてる感じがしますね。相手も手がないということで、2分ん角をずらす、んこれはあんま意味ないか。やった、消しに行って、で、これは大丈夫ですかね。1分30秒、時間か。ただこれはこっちの攻めが刺さってるんじゃないですか。桂馬取れればもうこっちだいぶ優勢になってきますね。これは銀で弾いて、あ、これ切ってくるかですかね。いや、逆に今度こっちの飛車が危ないか。さあ、どれぐらい迫れるか。いやー、厳しい。一応逃げ道作っとけばこっちの即詰みはないが、1分、うん、これはどういう手だ。ああ、なるほど、これも詰めろをかけるためには桂馬払っといて、今日攻め駒十分なんで、ここはもう無視いきましょう。無視、これ詰めろ、もうほぼ詰めろ。
間違いなく詰めろ。これは積んでるでしょう。積んでますね。さあ最後しっかりと詰ましていきましょう。さあ1手差です。1手差ぐらいでなんとか勝てることができました。ありがとうございました。お前が5手だ。よろしくお願いします。さすがの切れ味じゃ。切れ味良すぎ。お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方2級の方ですね。さあ早速鬼殺しやっていきましょう。中飛車には中飛車でいきましょう。いやーこれこう、まあ5五角と出られたら嫌だったか。いやーなんかちょっと変態的な囲いになってますが、まあ、こちらとしてはそう、ここを広くしといて、グッとして引いて、2分30秒。やることがない。ここで支えときますか。一回桂跳ねして、5三歩、2分で打ち込んで、さあ5三の地点を徹底的にいきますか。これは美味しい。一回馬王手できるうちに馬で、でもこれは飛車はもう守りに使ってもいいかなとは思います。どうでしょう、これもここにかけまして、で、竜ですね。さあ、お前の勝ちだ。しっかりと攻め切ることができました。よかったです。ありがとうございました。